ファンドマンの日常。今日も始まりましたファンドマンの日常。 ABF キャピタルの代表の熊原です。同じく取締役の伊達です。取締役の中野です。取締役の蔡です。じゃあ愛ちゃん。私はね、なんかちょいちょいいる、あ、まあその、うん、人生を変えてくれたとか強烈に憧れたみたいなのがちょいちょいいて、最初は、多分、中学の時私家庭教師の先生がいて、女性の先生だったんだけど、まあなんかいろいろ別になんかカリキュラムにはまらず、はまらない形でいろいろ数学とか英語とか教えてくれて、まあもしかしたらちょっとくまちゃんの先生と近いところがあったのかなと思う先生だったんだけど、まあ私は結論その先生ほど真面目じゃないから、その先生がやってたことがすごいハマったかって言われるとハマったわけじゃないけど、すごい東大が身近に感じた。なんか、なんかいけるかもみたいな気にさせてくれた人。なんか目指そうと思わせてくれた人。なんかすごい素敵な女性なのよ。え、今何してんの？今ね、あの、ゴールドマンで働いてる。素敵だ。素敵だ。が、平谷さん。P 入れなくていいの、平谷。まあ、あの、BCG の女性のパートナーの方。もう P 入れても絞られすぎちゃう。そうそう。いいの、まあでもいい話だからね。なんで？なんで？なんか私ずっと昔から専業主婦になりたいって思ってた。今何してんのって感じだけど、と思ってたんだけど、平谷さんがすっごい楽しそうに仕事してんだよね。が、なんかキラキラして見えて、もう確かにずっと働くのもいいかも、みたいな。キャリアウーマンかっこいいかも、って思わせてくれた人。で、その次が、ロレアル時代の、私がロレアルに入社しようって決めた時の事業部長、ブランドの。男性の方なんだけど、私が人生で唯一本当になんかこの人についてったら間違いないって思える人だ。カリスマ性をすごい感じた人。わかんないけど、周りからはちょっとちょいちょいなんかすごいとかって言われてたけど、なんかすごい話には引き込まれるし、いざっていう時にはすごい安心させてくれる。絶対責任は取るし、なんかね、この人についてみてみようみたいな気持ちにさせてくれる人。だから周りの人も、と思ってるし、散々文句は言うけど、みんな、ついてくんだよね。不思議と。チームが。そういうまとまり方もあるのか、みたいな。不思議な。なんかこの人は、なんか私の人生にすごい影響を与えてくれたっていう点で言うと、まあ、ロレアルに転職しようと思ったっていう、このその人に会って、その人の元で働きたいと思ったっていうところはあるけど、まあ、なんか、自分も、ああ、なりたいっていうか、慣れるとは思、あんまり思ってるわけじゃないけど、すごい、あのカリスマ性はすごいなって、強烈に印象に残ってる人。で、最後は人生を変えるっていう意味では、3人の掛け算で、娘と夫と熊ちゃん。掛け算すげえ、俺なんか入っちゃったよ、まあ、私もともと、超、まあみんな知ってると思うけど、超大企業志向。自分がこの少人数の会社で働く可能性があるなんて1ミリも考えてなかったところで、やっぱり娘が生まれて大企業以外での考え方、まあそれも夫が支えてくれたりとか協力してくれるのあって、まあ考えられるようになり、で、かつ、まあ、くまちゃんが声かけていただいて、声かけていただいて、初めて、考えた。これ本人にも言ってるけど、くまちゃんじゃなかったら、きっと私は今も大企業は辞めてないと思うし、だからそういう意味で、娘とくまちゃんの掛け算だなって思って。嬉しいね。うん。嬉しいね。まさかの。ランクインして。ランクインして。長松か、楽しんだ。ただ長松、どうだ？なんか、後ろに行くにつれて、どんどん、人生をこう区切って、このパートはこうで、みたいな、なんか。なんかそう、俺一人って言ってないから、じゃなくて。俺も考えたらいっぱいいるけど、なんか、その中で一人、まあでもそうだね。それで言うと、まあその最初の参画者さんの文脈もあって、一人ちょっと挙げると思うと、な3年生の時の担任の人が、担任の先生っていうのが結構、小学校3年生。小学校そう。4以降だった、確かに1位に定まったけど。読んでも定まんないか。まあ、大学の可能性はあるけど。小学校
1年2年の先生って本当にこう、なんていうの、肩にはめようとめちゃめちゃしてくるタイプの先生がこう続いてて、ペーパーテストができるとか、そういうのは特に評価はしないし、なんかちゃんと、なんていうんだろうな、真面目に椅子に座って話を聞くとか、歌を一生懸命歌うとか、なんかそういう態度面がちゃんとできてるっていうことを何より重んじる人たちがこう続いてて、なんかこう、なんかそういう風にしないと評価されないのかみたいなのを、こうなんか、なんとなくこう不満に思ってたんだけど、やっぱ3年生の3人の人は結構個性を認めてくれるタイプの人で、なんかこうまあ、そういう勉強が得意なことを割とこう評価してくれるし、こう、親ともなんかこう、こういうこと得意なんでこういうことやらせてあげてくださいみたいなのをコミュニケーションしてくれてたような記憶があって、めちゃめちゃ、あの、好きな人だったなと思ってるし、結構人生変えてくれたんだろうなと、思ってます。特にその昔ね、その俺らが小学生の頃だと珍しい。そうだね。ああ。パターンの俺小学校の時の先生。生徒を机ごと吹き飛ばしてたから、先生。そう。マジで。本当に吹き飛んで、後ろの子供を吹き飛んでたから一緒に。当たり前だから、まあ、そんな先生ばっかりじゃないけど、普通にいたから。いや、そんな素敵な先生に出会えたの。そうそう。そうなんだよ。だからなんかそれはもちろん、あの、自分がそういう勉強面っていうのもあったけど、他の人とかでも結構やっぱなんかその運動得意で勉強苦手な人はそれはそれでいいよ的なところもあったし、うん、こう、割と万人からすごい好かれてるいい先生だったなと、今思い返してもすごい思ういい先生、いい出会いだったなと。そうだね。うん。先生か。確かに先生はあるな。特に公立なんでね、ガチャみたいな感じだしね、言ってしまったら。だよね。なかなか選んで、自分でって、まあ学選ぶとかね、最近はあるけど。マジね、ガチャだよ。確かに。ちっちゃい頃の教育な。いやー、ほんとその通りだと思うわ。でもただ今ね、本当に難しいらしいからね、小学校の教育。昔よりもより。先生の自由度がどんどん減ってる、はい、奪われてるって聞くし、もう親もやばいやつが増えてきて、うん、マジで自由度がないって、小学校の先生やってる友達も言ってたから、より難しくなってくるんだろうな、この後の時代。そうだね。その自由な教育とか、どうするんでしょう、本当に。ね、そもそも小学校だけ先生が全科目を教えるみたいな。意味不明だし。ね、そうだよね。あれも意味不明だよ。なぜか音楽、なんか全員ピアノ弾けないといけないしね。わけわかんねえよ。自分の小学校1年生の時の担任の先生、ピアノ弾けなくて、なんか朝の、なんか歌う歌とか、ずっとドミソしか弾いてなかったから。コードが一向に変わらないっていうなんか。いや、そうだよね。やっぱ意味わかんないよ。教育制度。ただ、変えるのが相当難しいっていうのも理解はしてるから。なんかね。先生を挙げる方が多いですね。確かに先生は多いね。中野は。ね、中野たっくん。え、はい、最後。も先生とかは、あんまりないなと思ってて、まあちょっと俺でもあんまりなんかその、ね、人に憧れるみたいなのはない、ちょっと、大谷翔平スタイルなの。大谷翔平さん、憧れるのはやめましょう。まあその自分の人生に影響を与えたという意味では、二人いるなと思ってて、そう。ちょっと、愛ちゃんに言われて薄められちゃったけど、熊だなって。マジか。いや、これでもあんまり真面目な話であり、真面目じゃない話なんだけど、俺、BCG 入ったの、熊の影響だから、確かに。話したかもしれないけど、僕はもともと他社の内定を持っていて、で、まあ大学時代に知り合いだった熊と、なんかのタイミングで、根津のうどん屋さんに行ったんですけど、その時に、全然俺金ないんだよねっていう、まあ僕は大学時代お金がなかったエピソードはいろいろあるんですけど、まあそのお金がない話をしていて、で、その時に熊から、俺の会社のインターン来たらお金もらえるよって言われて、あ、じゃあ受けるわっていうところから、珍しすぎるよね。それでインターンを受けて、まあいろいろご縁があって、BCG に入ったっていうのを考えると、なんかあの、うどん、あそこでうどん食ってなかったら俺今ここいないんだろうなっていう。そうね。するので、その影響はちょっと、局所的に甚大な影響を与えたなっていうのが、まず、クマが一人目。で、甚大な。めちゃめちゃ災害が起こった。増えてるんじゃない
お金ないのに、あの、根津のまあまあ高いうどん屋行ったね、よく考えたら。確かに。それぐらいはあったのかもしれない、当時はまだ。あ、当時はまだそのあの時はまだもう、あの、陰性だったから。あ、そうか。そういうことしてるからお金がないのかもしれない。あ、そうだ、そうだ。もう全然なかったんだろ。なかったんですわ。で、思い出したのと、ただ、一個だけ問題だったのが、BCG のインターンの人、僕がめちゃくちゃあまりちゃんとやってなかった研究の中間発表が被ってて、で、さすがにちょっと中間発表をやらないとすげえまずいなって思いながら、採用担当の人から連絡が来て、ああ、そこ中間発表なんで、じゃあ別のタームでお願いできますかってお願いしたら、いや、ここしかないですって言われて、え、マジっすか？どうしようってなった時に、その時に、あの、なんとか、土下座をして許してくれた研究室のボスが2人目ですね。おもろ。うん。あの、わかったって。もう僕はあまりちょっとちゃんとやってなかったんですけど、あの、わかったわかったって。僕は君の人生に責任取れないし、他の先生も多分同じだろうから、僕から他の先生には話しておくよって言って許可してくれたから、無事インターンに行け。というか発表はやばかったんだけど、なんとかなったので。まあ、今回はちょっとその2人を挙げさせていただきます。なるほど。面白いな。ね、みんなそれぞれある。ああ。いや、じゃあ、逆に、俺が多分この人の人生変えたわって人いる。それ系だとタック君のにちょっと近いけど、あの、自分もともと別の会社内定してて、うん、でそっちも、まあ、コンサル会社だったけども、なんか製薬会社にすごい行きたいって言ってる友達がいて、うん、一緒に内定もらって、うん、一緒にその会社行こうよって、まあ、製薬会社側の方の内定を受けらせて、コンサル側に引き込んで、あの、で、自分はそのコンサル会社内定決定、こうやって、やべえやつ。やべえやつじゃん。でも、マラソン大会にいるやべえやつ。一緒にゴールしよう。でも、あの、やっぱ、そいつ、あの、親が、まあ、結構、上場企業の、あの、オーナー社長とかだったりするから、結果として、なんかすごい良かったっていう感じで、伊達ちゃんのおかげでなんか、あの、経営の方に行って、しかもいろいろ全般見れて、しかめっちゃいい会社だからよかったわ。っていう、あの、巻き込み事故だけども、結果としてよかったって。思い浮かぶ人いる？いるいる。それこそ。あ、ジェフ講師がやってたからってもあるんじゃない？そういうことで。まあそうだね。教え子で、彼が中学生ぐらいの時に教え子やってて、家庭教師してた子が今うちでインターンしてるよね。うん、彼とかは、多分俺の影響で宇宙系にも行ってるし、うん、で、うちで今、インターンもしてくれてるし、なんかすごい、彼は慕ってくれてんなって思うな。俺、いないな。いない？誰も。わ、うん、かんないけど、我々がね、サポートしてる人たちとかみんなそう思ってくれてるんだろうなって。思ってもらえたら、大丈夫。いやー、なんか、なので、なんか、その何を言いたいかっていうと、今日の話は、なんかそういう、その参画者のなんかいろんな取り組みを聞いて、なんか彼らもね、そういう憧れて人生変えるとか、なんかそういう人たちとの出会いが絶対に今後多分必要になってくるだろうから、なんかそういう人たちをね、なんかいろんな彼らに紹介できたらなって今思って、なんか一緒にできないかなって考えてたりします。いや、そうだよな。やっぱね。うん。っていう感じです。ごめんなさい。今日はなんかちょっと真面目な回でしたが、ありがとうございました。ありがとうございました。